さんこんにちは、こんばんは。女装研究家のタイガです。はい、現在新宿 の、 花園神社にいます。はい、特になんか別に撮影する予定なかったんですけどね、まあ女の子のパンツとか覗いて、ね、うろつきたいと思います。では行きましょう。再選してるけど、まあええか、今日はいいでしょ。金魚すくい、金魚すくい行こう。じゃあ買いに行こう。どこも出してない。女の子たちがね、話しかけてくれる。商売上手やな。YouTuber さんか。YouTuber ですよ。してるよ。またね。ありがとうございます。メガネかけてみて。え？メガネ？なんで？男よ。何私な、2人ともな、頑張ってね。はい、ありがとう、バイバイ。いや、これ買いました。ま、行こう。ちょっとお笑い系に入ってるから。手洗っときましょうか。手清めだからもう。魚取りに行こう。あのね、さっきから思うてんが、俺ね、女の子谷間結構見しちゃうんだけどな。あ、意外と赤いよ。違う、この通りで金魚すくいなんかなりそうじゃない。あ、いいよ、あったよ。あとお手伝いの前に、あ、お兄ちゃん、お兄さん、中心に、はい、移してあげてください。ありがとうございます。頼みます。じゃあ、はい、1回、はい、1回になります。何年ぶりとか、何十年ぶりやねんけど、俺金魚すくい。はい、どうぞ。大丈夫。いいよ、カメラ。はいはい、よしよし、よし、よしよし、はーい、はい、これから全部釣り上げたろ。左利きやけど右に行こう。行きます。金魚ちゃん、金魚ちゃん、金魚ちゃん、ちょっと取らしてね、取らして、取らして。どうやって取んねん。一回転してんでー、金魚ちゃん、金魚ちゃん。俺の前に現れてくれへんやねんか。どこ行ってんの。あ、来た来た来た、でかいな、でかいぞ。金魚すくいってこんな難しいの。ちょっとめっちゃむずいねんけど、ほんまに。いい金魚でも本当は持って帰れないから。マジで取れない。もう一回いきます。ガッていって、ガッてやらなあかんのかな。ね、そしたらね、穴開いちゃうかもしれない。バッてやると、こう、穴開いちゃう。あ、はいはい。あ、やややややや、うわ、ちょっとアウト。待って、見た、取った。今すくったで、今俺。これまだいけるで、まだいけるよ、まだいこう。あかんかった。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってね。食べたね。ん、なんかくれるわ。ちなみに、あの金魚すくいのお姉さん、めちゃくちゃ綺麗。ありがとう、ありがとうございます。はい、釣りました。ありがとうございました。じゃあ行こう。今見てます、 YouTube。 え、今見てます、 YouTube。 え、僕ひよりさんですよね。え、マジですか。ちょっと待って、マジで。
YouTube 頑張ってきた甲斐あるな。めっちゃ嬉しいねんけど、ちょっと移動しよう。体大丈夫ですか？怪我してない？なんなん僕今日何？さっきも急にちょっと話しかけられて、何やろうと思う。あのなんかロリみたいな子たちが話しかけてきたんですよ。ほんなら、え、なんかお兄さん知ってる？みたいなこと言われて、え、絶対嘘思ったら、あの YouTube やってるあのなんかナンパ企画とかしてる人ですよねみたいな。ありがとう。はい、まあ、カメラマンさんがさっきね尻もつついてこけたんで。じゃあ本当に大丈夫ですか？ね、誰が見てるか分かれへんから、やっぱりねニコニコしてるのが一番いいなと思いますね。次はね多分鳥の市やと思うんで、その時にねまた撮影しながら、なんか知ってる人増えるようにね、知名度上がってるようにまた活動を頑張っていきます。じゃあそろそろ終わります。皆さんバイバーイ。金魚。 Yeah.